こんにちは、ゆうちゃんパパチャンネルのゆうちゃんです。ゆうちゃんパパです。ですね、今日はね、なんかゆうちゃんがね、なんかエプロンしてね、なんかお好み焼きを作るみたいなことを言うてるんですけどね、ちょっとその前にね、ちょっとこのゆうちゃんパパチャンネルのですね、チャンネル登録者数がですね、400人をね、達成いたしました。いやー、もう前回のね、300人達成してから、約1ヶ月ぐらいでね、100人増えましてね、400人という形のね、数字になりましてですね、皆様のご視聴いただいたおかげでこのような数字になりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。引き続きね、動画の方ですね、頑張って出していってですね、次の目標はね、500人目指してね、頑張っていくみたいなと思ってますので、またこれからも応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、それなんか、あれ、スーパーに売ってたな。イオン？うん。イオンになんかね、簡単に作れるお好み焼きをね、ゆうちゃんがね、作りたいと、いうことで、うん。やっていこうかなと思うんですけど、前回ね、餃子作ったのはね、もう本当に焼くだけやったんでね、まあこれもね、混ぜて焼くだけなんですけどね、徐々にね、あの一手間こう加えた料理をね、勉強していきたいということでね、やっていくみたいです。はい。はい、じゃあ早速作っていきましょう。はい。キャベツを取り出して、あ、2人分入ってるんだな。そう、マヨネーズ2人前入ってます。はい、じゃあ早速作ってください。はい。入れます。キャベツを投入。お好み焼き粉を入れていきます。はい、お好み焼き粉ね、だしをね、入れていくみたいですね。で、次、豚肉みたいな。うん。次、生姜入れていきます。次に卵入れていきます。割れるんか、ちゃんと殻入るぞ、あんたは。ほんま、うわー、普通か、あんたうまいこと割るな。卵割る天才や。何言うとん。では混ぜます。はい、混ぜ取ります。卵入れたから急に黄色になった。混ぜました。次は火をつけて温めて入れていきます。はい。で、まずは火をつけます。弱火、うん、中火か。じゃあ温まったから、うん、お好み焼き、うん、入れていきます。はいはい、ちゃんと入れろよ。いきます。で、これを丸めていきます。から焼けるまで待ちます。はい。その間にもう一個作っておきます。はい。じゃあ同じようにキャベツから入れていきます。いいな、卵割るの天才やから。うん、さ、卵を割る。ああ、何してんの。ほらほらほら、こぼしました。全然天才ではございません。先生、今のまずくなんで。食物と粗末にしろ。混ぜ終わったから、いや、いいですな。ひっくり返していきます。はい。さあ、これいけるかな。
さあ、いきますね。お好み焼きで一番難しいところ、これ。難しいところで。せーの。せーの。おっ、できよったぞ。きれいにいけた、初めて。初めてのができたな。じゃあこっち側も焼いていくのでちょっと待ちます。焼きましたんでお皿に移していきます。そこの移すところも難しいから、のいけるか。これを、壊れる、うわぁ、くそー、いけたかー。ちょっと壊れかけた。いけたよ。いけたわ。いけましたねー。いいやで、このお皿。じゃあ、盛り付けしていきましょうか。はい。じゃあ、盛り付けをしていきます。盛り付けたらソースかけただけだぞ。ソースかけたらいいな。きれいにな。ハゲマルやそれは。ハゲマルって何？はい、できました。できましたね。うまいことできてるやん。ひっくり返しときたらなかなかガッサーになるか思ったけどならへんかったな。ならへんかったわ。チビのくせになかなかやるやんけ。どう？難しかった？難しかった。ひっくり返す以外は簡単やったけど、ひっくり返すときとか、皿に移すときは難しかった、そこだけが難しい。ただ初めて慣れてきたようですね。じゃあ早速食べていきます。作ったお好み焼き食べます。で、ねずこの箸、ねずこの箸で食べます。手を合わせてください。合わせました。いただきます。いただきます。もう一個混ぜてたやつはママが作ります。おいしい、おいしい、ちょうどいい、ごちそうさまでございました。ごちそうさまでした。でまあ今日はね、初めてねお好み焼き作ったということでね、この前はね餃子作って、今日はお好み焼き作って、で今度カレー作っていこうか。今度、じゃがいも切ってとか、それ無理やな。それもうちょっとレベルアップしてやな。まあ、徐々にちょっと難しい料理にもチャレンジしていきましょう。はーい。じゃあ今日はこんな感じで終わっていきましょうか。はーい。今日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。バイバイ、また見てね。バイバイ、また見てね。バイバーイ。